して3日目ようやく滑りに来ました。シルバードリームがオープンしたそうですね。早速行ってみましょう。新しいゴンドラですね。でこっちが新設になったナイツリフト。いいですね。ゴンドラ、これは手動式か。へえ。いいですね。新しいリフト。クッション性が非常にいいしね。あら、あったかいですね。お尻面が。え、マジで？どうやらヒーターが入ってるようです。ははー、川ですねこれきっと。あーでもね、もうオープンして2日3日ですけども、やはりちょっと汚れてますね。雪もこんな状況で全然少ないですね。本日は、上の第3リフトの横のコースと、その下の連絡通路、マンゴーコースだかな。それから今左側に見えてくる、シルバードリーム初心者コースが今日ね、オープンしたそうです。さてさて、今シーズンはどうなるでしょうかね。楽しみですね。ストロベリーの上部に何か監視小屋なんでしょうね。何か立ってますね。なんだろう、去年までなかったんだけど、なんでしょうね。何かするのかな。あそこから見るのかな、景色を。足慣らしにシルバードリームに行ってみましょうか。
はい、1本目終了しました。シルバードリーム初心者コースですね。空いてるんで足慣れしに1本乗ってきましたが、やっぱり膝がね、まだ感知してないのでかなり痛いですね。まあコースとしてはブッシュ出てますけども、とりあえずゆっくり滑るんであればシルバードリームも全然問題ないです。上部は非圧雪ということで、次上部の方行ってみますね。この新しい6人乗りのリフト、これやっぱり座るところはねヒーター入れてるそうです。まあ今日は人が少ないのであまり強めに入れてないのでじんわりあったかい程度ですね。係の差は人に聞いたらですね、多分入ってますということなんだけど、まあずっと座ってるとなんとなく暖かくなってくるということで、きっと入ってるでしょう。ストロベリーにあるさ、はい、上にある塔みたいなの何あれ？あれはジップラインです。あ、ジップライン？はい。夏？はい。ああ、そうなんだ。制作途中です。あ、そうなんだ。これ上上がったら左側どうぞ見ながら行ったらまだあるぞ。まもなく花に終点です。次は花さんになります。はい、こいつはしますね。ここから花さんリフトになります。ここはね、ワンフットで行ける人は行くけども、かなり怖いので横滑りして行くと思いますね。アイテムもできてます。わあ、まだ高い。リフトになりましたね。このリフトは相変わらずこんな感じで、古さを感じますね。ここはねちょっと風が吹くとすぐ止まるので、まあ風のある日は花にまで登って、あるいは花市で回した方がいいですね。コースは左側に見えてるあの急斜面の1コースのみしかオープンしてません。それではまた滑りは後ほど。